はいそれではですねここまで消費者の公用最大化をやりました生産者の利順最大化もやりました今日はこの消費者と生産者両方に登場してもらった一般均衡モデルというのをやっていきたいと思いますというわけでスタティックこれがスタティック・ジェネラリイクリーブルムスタティックはこれ正確というふうに訳されますジェネラル・イクリーブルムいいですね一般均衡ですねでこの正確な反対が まあとでまた出てきますがダイナミックと、同学と言われるモデルです。これは実は皆さん2年生の時にね撮ったかもしれないあのソロのね経済成長論になってありましたねあれはもう今日が昨日があって今日があって明日があるっていうような時点の時間の流れがあるモデルだったと思うんですけどもああいうモデルのことをダイナミックモデルと いうふうに言います逆にもう時間が全然ないこれマクロでもミクロでもミクロのねゲーム理論の周知の事例までもそうですけれども時間の流れがない今日だけというモデルのことを正確モデルスタティックモデルというふうに言うのでちょっとその言葉も覚えておいてください今日はこのスタティックモデルの一般均衡モデルで消費者と生産者が両方登場するモデルというのをやっていきたいと思います2種類この講義ではやりたいと思っておりますので今日はその1つ目の モデルを紹介したいいと思いますどういうテーマかというと税金の効果ですねはい政府のフィスカルポリシー財政政策の影響。で何の影響かというと産出とかそれから消費とかそれから 賃金、こういったものに政府の財政政策税金とか支出ですねこれがどんな影響を与えるかというのを分析できるモデルを紹介したいと思いますはいモデルですまずですねモデルには消費者家計なんて言ったりもしますけれども100万人の消費者あるいは100万個の家計が存在するというふうに考えてください。 それから企業もね、企業も存在します。ビルディング。工場。とりあえず、企業も100万個の企業があるというふうに考えましょう。と、それから、政府ですね。これなんか立派な。はい。なんかこの政府の建物があって、政府です。はい。で、 どういったインタラクションがあるかっていうとまず家計と企業の関係ですけれども家計は企業に労働を提供しますで企業の方は家計に賃金を払ったりそれから利潤、利益が上がったらそれを配当として支払うとで一方政府にはですね税金を支払います で、政府はその代わりに公共サービスを提供してもいいんですけれども、ちょっと今回はエグザンプル2の方ではこの公共サービス入れたいと思うんですけれども、今日はちょっと話を単純化するために公共サービスの方はもうないというふうに仮定したいと思います。後でね、これはまた、えー、詳しく説明したいと思います。それから、 実際にはねこの法人税を支払ったりそれから政府もこの企業にねなんか企業のためになるような政策を打ち出したりすることあると思うんですけれども今日はそういった話はな、ね、しして単純なモデルを考えたいと思います。何でこんな絵を描いたかっていうとね経済学のモデルって話を聞きながらやっぱりこのイメージすることが大事なんですよね。 舞台の上でこの登場人物たちがなんかこう演劇しているような視覚的なイメージを持つと理解がしやすいので今日はちょっとその最初ですので助けになるようにこんなちょっと下手沢そなな、ね、絵を描かせていただきましたさあ、えー、っと今日のモデルの、ね、過程をいくつか説明したいと思いますまず一つ目の過程として えっと財はですね消費者の理論をやった時はリンゴバナナココナッツみたいにいくつかのこの消費財が存在したんですけれども、えー、今日はもう消費財と財やサービスみたいな感じでですね一、えー、つの一種類の財があるというふうに考えたいと思いますはい一種類の財ですねこの一種類の財が企業に生産されてそして、えー、家計によって消費されるとあとね書きませんけどもねえー、っと 政府もこれを支出にに使っったたりします。そううういい財が一種類あるというふうに考えてください。それからですねこれもソロのモデルとか45度線モデルとかいろんなところで言うことなんですけれどもお金をちょっと考えるとややこしくなってしまうので今日はお金は考えません単純化のためにお金は存在しないというふうに考えてください。 なので、まあ、あの例の、ね、マジカルポテトを、ね、想像してもらうといいかと思います。生産された財やサービスも万能の財ですね。これを賃金として労働者に支払われたり、あるいは配当として企業の持ち主に支払われたりして、でそこからそのマジカルポテトがですね税金として政府に払われてで、政府はそれを支出にマジカルポテトを使うみたいなですね。そういう,もう全部財で,財で行われる。ちょっとお金は考えないというふうに。 はしますさあ最初の登場人物について説明します企業です。